東京都立日野大高等学校は、東京都日野市大阪上4丁目にある全日制、普通科の都立高等学校。通称は、日野大、エルダカ。耐震補強工事が2014年より開始され、完了まで仮設校舎を使用しての授業が行われる。多摩西部の中堅都立高校で、国公立大や難関次第を主眼とした、進学指導が実施されている。教育目標は、 英知、上層、健康。東京都教育委員会より、進学指導推進校に指定されている。文部領土の精神を重んじており、進学に重点を置いた、綿密な授業が行われる一方で、部活動や学校行事も盛んな校風である。平日の授業に合わせて、平成21年度からは土曜授業も行われている。授業時間は平日。 土日もすべて同じ50分で1日の授業数は6。コマが基本。英語や数学など一部の教科では、修塾度別少人数授業も行われている。芸術は1年時に選択科目として設置されている。3年時は、大学進学を前提として、半分以上の授業が選択科目となっている。郵便番号191-0061東京都、 日野市大阪上4の16の1本校には、バティ君という名のゆるキャラがいる。これは、美術部が作成したもので、名前の由来は、学校のモットーである自由を意味する英語、リバティから、ありがとうございます。